ナマステス。ナマステスがこう定型の挨拶文としてやっていくかどうかっていうのはもうちょっと議論の余地ありですね。面白くはないんでしょうけど、果たしてこれが、まあ、いや、あの今日は前回の動画でインドの中でも一番貧しい州のビハール州というところのその中でも特にこう貧しい地域のご紹介をさせていただいたんですけど、今日はその同じ村、その村の支援寄付の問題点というところをお伝えしていければと思います。まあ、あくまでこう当然僕が見た事実、見て聞いた事実に過ぎなくて、もちろん議論の余地はあると思います。ただ僕の考えとしてはこの寄付はやめてくれって思ってることを、まあ、それが何なのかっていうのをお伝えしていきます。もうあの端的に井戸の寄付をするこう団体だったり個人の方っていうのは、まあ、結構いらっしゃって、であのこの見えてきてるのはあの水道設備なんですけど、まあ、こういうのが先ほどのところから、まあ、徒歩1分もない10秒ぐらいのところに行って、でしかもこう見て分かる通り水が出ないと。であのもちろんこれ撮影のために止めてるわけじゃないんですけど、普通に出ない。であのまたこれも今映ったのは別の水道 でその後ろに今こうぐるっと回ってるだけなんですけど、あの同時にさらに2つの井戸が見えてきます。あの本当一歩も動かずにこれがこう後ろを向くだけで見れるような状況 でかつこれら壊れちゃってます。まああのね、さっきの水道もこうやってやってみて出ないっていう、もう全部が全部壊れちゃってます。で、まあ、問題1みたいなところで言うと、まあ、メンテナンスの方法を少なくとも村の人たちが自主的に管理できない、もしくはその支援者の人がちゃんと管理してないから壊れたまま放置して、壊れたから次のを建てるっていう循環が生まれてると。これはどう考えたって問題だろうって僕は思ってます。はい、もうちょっと見てみましょうかね。またちょっと今ちらっと左手に緑色の見えてきましたけど、これもあの井戸です。これもまた井戸です。すごいですよね、これ井戸の手前に水道あってどっちも動かない、 なんだこれはみたいな感じです。でそこからまたこう横にスーッとカメラを移動すると、またなんかあのもうまるで遺産、過去の遺品みたいな状態で放置されてる井戸があります。で、まあ、当然これは使えない井戸なんですけど、でまたあの他のところにちょっとちらっと歩いていくと、あの井戸、元井戸って言えばいいですかね、あります。でこれなんかはあの、まあ、部品を村人が盗んで売るとお金になるから、あのそういう使われ方をしている井戸もあります。でこの村って歩いて、今映っているところだと多分歩いて10分もしないぐらいで全部見れるような範囲にこれぐらいの井戸が寄付されていて、でしかも何一つメンテナンスされてないと。あの中には使える井戸っていうのもギリギリ残ってたりはします。もちろんね、その水へのアクセスがないっていうのは当然ですけど、人間として生きる上でしんどい話で、それに対して水が必要だ、水へのアクセスは必要だ、もちろんこれは正しいと僕も思います。でそのために使える水はあります。でそれとは全く違う話で、大量に壊れた井戸、もしくは盗まれてしまった井戸っていうのがあるっていうような現状です。もう少し見ていきましょうかね。でこれはあのトイレですね。トイレなんですけど、まあ、見て分かる通り とてもじゃないけど使われてない、まあ、そもそも、ね、ドアも閉まらないんでプライバシーも何もないで、ね、草陰の方が安心して用を足せたりします。であのこの家の中にある、まあ、今見えてるカバンっていうのは物乞いをする時用の、まあ、貧しげなカバンとして、あの物を集める、お金を集めるためのカバンとして使われてる、そういうカバンもある。で映ってるこう家の中には誰も住んでない家っていう謎の家が結構あってですね、まあそういう実情があります。あの見るからにこれ貧しそうじゃないですか。あの、まあ、実際貧しいんですよ。実際貧しいんですけど、この家そのものがあの見るからにこう貧困地域っぽいなっていうのが分かるようなところだと思うんですけど、これを見せると寄付をしたい、支援をしたい人に訴える力が強いんですよね。そのパワーが強いんですよ。貧しいです私たち、この人たち貧しいですを伝えやすいから、そのために寄付を要は集めるためにわざわざ家を作っているような
実情があったりします。はい、もう少し見てみましょう。で、また水が出ない。言った後の NASA のパフォーマンス。また一つ意図があります、ね。先ほどお伝えした通り、本当にこう歩いて、多分全部の村を回っても10分もかからないぐらいで周りを覚えられるぐらいの本当小さな村なんですけど、これだけこの動画だけでも全部映しきれないけど、この量の井戸があります。で、まあ、いろいろとこう井戸と家の様子だったり、まあ、トイレの様子だったりっていうのをお見せしてきたんですけど、井戸って目に見えるじゃないですか。潜在的な支援者の人たちだったり、寄付をしてくれた人たちに対して報告をしやすいんですね。ありがとうございます、あなたのおかげでこの村には井戸ができました、おかげで誰も水に困らなくなりました、助かりましたっていう、本当か嘘かわからないことでもそれを伝えやすいのが何かを作るっていう現場の動き方で、で井戸が一つ特にこの村は象徴的です。で、家に関しては少なくとも僕が知る限りこの村でしか聞いたことは今のところはないんですけど、まあ、もちろん僕が知ってる範囲っていうのはかなり狭いとはいえ、わざわざ自分たちの住んでる村の結構なこう面積を使うじゃないですか、家を建てるって作るってなると。でもそれをしてでもああいうザ貧しそうな家を作って、これもまた支援したいよっていうような人たちに対して写真を撮って送ると。でこんなところに住んでて毎日大変だ、食べるものもないんだ、水のアクセスもないんだっていうのを、まあ、嘘か本当かもよくわからないことを伝えてますと。でそれで支援する方も多くいるから井戸は増え続けてますし、本当に増え続けてて毎回行くたびにびっくりするんですけど、え、またできたの、でもあれ前先月寄付されたじゃん、え、先月寄付されたあの井戸どうなったの、もう使ってないみたいな状態っていうのが普通にあります。でこれ何が問題かっていうと、これによって井戸を作ってる人、寄付を集めてる人って本当に集めたお金全額井戸代に使ってると思いますか？僕は少なくともそんなはずはないと思うんですよ。だって自分に利益がないのにわざわざ井戸を作って井戸の写真撮ってドナにありがとうっていうことで、もしその仲介者というかその支援を訴えてる人が1円ももらってないんだったら、その人なんでやってんのってなるじゃないですか。村人からしてもなんでまた井戸来たんだって疑問に思うと思いますし、まあ、つまりこう、まあ、よくある話なんですけど中で抜いてると。でこれ当然その人は やべえというか、本当に誰かが分かるんだったら直接話に行って止めに行きます。でその人の責任はもちろんあると思うんですけど、これって寄付者の責任でもあるんですね。その支援者として寄付者として、じゃあその本当に井戸代これだけ欲しいって言われてるけど、それが本当なのかどうかみたいなことをちゃんと確認しに行かないですし、しかもできた後も実際に現場に訪問する人ってほとんどいないんですよ。来れたとしても一生に一回とかで、でそれを通して寄付をし続ける、支援をし続けると誰の課題も解決せずに、ただ怠惰な人間を育ててるだけの活動だと僕は思っているんで、黙ってても外の人が支援してくれる、何かくれる、助けてくれるっていう状態を続けちゃうと楽できちゃうじゃないですか。別に黙っててもくれるんですよ。なんてそれを僕らがやっちゃってるいいのかっていうようなことはしっかり考えていかないといけないと思いますし、少なくとも僕自身はその結び手としては努力する機会がない人に努力する機会を提供するっていうのをもう第一の目的として活動してるので、支援をし続けて怠惰な人が増えちゃうっていう、別に頑張んなくてもいいやって思う人が増えるっていうのは僕からしたら反対の活動なんで、それもね含めてもう正直にやらないでくださいっていう思います。とりあえず寄付すりゃいいわけがないです。いくらの寄付が世の中世界で動いて、でも未だに先ほどお伝えしたような現状があって、でね、どんな目標を持ったとしてもその瞬間に客観的な状況として諦めなきゃいけない人がいる状況が放置されちゃってるのはもういい加減やめたいんで、そういう寄付ならしないでくださいって思いますね。人のためにいいことしたいんであればあるほど、よりそういうお金を使うんであれば、どこのどういう状況の人をどういう状態にするための活動に対して自分がお金を使っているのかっていうところを把握する
それがどうなっていくのかっていうのをちゃんと見守るというか管理するというかっていうのも僕も含めてですけど外部の人間として責任を持って関わるべきだなと思います。ぜひね原寛太さんの迷惑な寄付っていう動画すごく分かりやすくこうしかも確か4つか5つかパターンを分けて説明してくださってるのでぜひそちらもチェックしていただけたらなと思います。じゃあこの動画が参考になんだこれ笑っちゃうなここ参考になったぜっていう方や勉強になったなっていう方やもう一回考えてみるかとかね、僕の活動を疑っていただくきっかけにしていただくことも一つですしそれに対して質問していただく のに使っていただいてもすごくありがたいですというのも僕はその現場で確認すべきことで僕自身が漏れてることがあるんであればそれは確認すべきだと思っているのでコメントでも DM でも何でもいただけたらありがたいです。じゃあ高評価とチャンネル登録お願いします。結び手のチャンネルが収益化してきたらね、広告元の方々のお金を活用して、いろんなところで教育の基礎教育の機会の普及だったり、まあ、女性の自立支援のための活動も今してるんですけど、まあ、そういうようなところの活動資金として使わせていただけるので寄付できないよっていう方でもチャンネル登録していただく視聴いただくっていうことが活動の支援というか活動に参画いただく一つの手段なので、ぜひお願いします。締めの挨拶ないな。フェルミネゲット。